亀山ダム、新しいセレテで出たんですけど、まあ、亀山だとやっぱりパーフィネス、はい、ということで、こちらですね、セレテート24セレテートの FCLT2000 学、XH ハイギアですね。かなりね、まあ、昔のセレテートはまあ、ちょっと重いけど剛性高い巻き上げ力ありますよっていうようなイメージだったんですけど、まあ、今度のセルテートは軽くなったのに剛性感巻き上げいいですよっていうのがすごい特徴です。なんで、まあ、今パーフィネスの竿も軽くなったし、まあ、それに合わせる、まあ、耐久性があってこう力のある剛性の高いリリーということでセルテートめちゃめちゃおすすめです。なんで、まあ、大体1号から、まあ、ストレート2号ぐらい、はい、硬い竿に合わせると思うんですけど、まあ、その時にもうバッチリのおすすめ、まあ、とはいえそもそも軽いんで全ての釣りに使える、はい、長く使えるいいリリーだと思います、はい、あ、19、まあ、全然これもまあ、はい、すごかったですからね。しかも使い込んでるあれじゃない、はい、パッと持った感じが、はい、でひっくり巻いて止める、はい、巻き出す、止める巻き出すっていう、あ、しっかり止めたい時に、はい、そうですね。あとは軽く巻いて止める、軽く巻いて動き出す、はい、この最初の押し出しがより上位機種のなんか軽さに振ったようなところの要素もちょっと乗っかって、もう軽くなったから乗ってきちゃったよ、バランスが良くなったから、違うな、よりスローリトリーブで止める動き出すっていうのがだいぶ違います。亀山とかだとちょっと小型プラグとかを、ね、シャットとかをシャット本当に巻きでゆっくり止める、巻き出す、はい、まあ、すごい春先の繊細なちょちょっと巻いてピッて止めてちょちょっととか、まあ、より強さが出てる、あ、こう並べてもらうと全然やっぱ違う、なんかで言われたからかもしれないんですけど、やっぱりなんか手元に重心が来てるような、こっちの時もセルテートってこういうもんだからって印象だったけど、なんかキュッと自分側にしっかりと、ね、要はここで安定するんで、やっぱり、はい、ここで安定するかここで安定するかだとやっぱり、はい、そうなんだ、うん、なんか重心が安定してるから集中できそうですね、やっぱ、あ、全然違うな、やっぱり、あ、印象の問題だと思ってたんですけど、やっぱ巻き比べてみると全然違うなっていう、まあ、外国の方がずっといてアメイジングってたくさん出てましたね。この感じはアメイジングな世界なんだな、外国、まあ、日本人から見てもアメイジングな感じで、勉強になりました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。他のイグジストとかいろんな台はスピリングラインナップあると思うんですけど、今回このセルテートが出て、はい、オリガネさん2024年に、はい、これでパワーフィネスとかそういう展開で使おうかなって感じ。そうですね、パワーフィネスだったり、まあ、あと、まあ、狭いところだとクランクベイトのトラッキングとか、はい、でもパワーがあるからしっかりついてくるよ、クランクベッドでね、結構抵抗あるルアーで長い距離引いてくるんで、はいはい、ってなると、まあ、繊細のリルというよりはぐんぐん曲げるようなリルの方が使いやすいんで、ギアキとラインナップがいっぱいあるんですけども、はい、最初もパッとハイギア、
ところで一択って感じで手に取られてたんですけども、まあ構え目であればやっぱ釣れる範囲って、はい、パーフィニスであるとやっぱ点でこう打っていくように釣りが多いんで、はい、まあ、回収するっていうのを、まあ、時間短縮した方が単純にいいので、はい、まあ、うちの、ね、展開であれば、まあ、今度、ね、回収するっていうところに主眼を置いて、まあ、ハイギアっていうのが、まあ、一般的であるし、もちろんセリフでもそうだ。ちょっとニッチな釣りですけど、さっきおっしゃっていただいた、はい、スピニングでクラックを深く潜らせる時なんかは、はい、このバンドでオーギアに変えたり、ね、巻いて動かす場合には、まあ、少し普通のギアでもいいし、逆にそのドラッキングして手で引っ張りますよっていう場合には、はいはい、今度はやっぱり回収が主になってくるので、あとはファイトですね。ファイトも、クランクベッドのドラッキングだと、まあ、やっぱりバレないように糸が長く出てて緩みやすいんで、バレないようにって考えると、もういち早くこう魚をこう回収するというか、ランニングを終えるっていうことが、まあ、バレない、ね、一つの、方法だと思うんで、はい、まあ、その場合にもハイギアの方がいいかなと思います。はい、ちなみにどうやったら亀山ダムで60アップ釣れるんですか？運です。いや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 、つい先日も50アップまた、そうですね、はい、はい、まあまあ、まあ、あとは人がいないときはやっぱ釣れるんで、亀山は冬とかしかり、まあ、冬とかいうのはチャンスだと思います。はい、2月には発売開始ということだから、はい、3月の初めもまだ続いてるときありますか？はい、そうですね、それぐらいには間に合うのか、はい、ぜひよろしくお願いします。すいません、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。